皆さんこんにちは。37歳 YouTuber 水野優香です。今日は初めての試みなんですけれども、ちょっと秋に冬になってインテリアをちょっと変えようかなと思って、家のね、それをこう紹介したいなと思います。今回は、プチプラなんで有名なんですけど、ネットにしかないショップで買ってきました。ではご紹介します。じゃじゃーん、 H&M です。皆さん、H&M にホームラインがあるの知ってますか？日本だと店舗がないんです。でもネットだと買えるので、結構ちょこちょこ私買ってたりするんですけども、今回は H&M ホームのネットで買ったアイテムを紹介していきたいと思います。では届いたばっかりのものなんで開けてみますね。インテリアって楽しいですよね。大好きです。今回買ったのはこれとこれです。何ですかって感じなんですけど、と一つ目はコットンのベルベットクッションカバーのダークブルーです。私、家のテイストがまあちょっとここの感じと似てるんですけども、大体真っ白で、インテリアの雑貨とかは大体白なんです。こういうクッションとかテーブルとかそういうのは白で、ファブリック系がグレーとか黒とかそっち系の、ちょっとやっぱり家族がいるんで男の人も嫌じゃないようなインテリアになってます。なので今回はベロアで秋冬っぽくしました。これがIKEA のこういう大きいクッションがあるんだけど、それとサイズがぴったりだったので、おやっとこれちょうどそのクッションに合うカバーがずっとないと思って同じの使ってたんですけど、新調しました。お値段はいくらだったかな。1299円、安くないですか。しかもちゃんとこのちょっとツヤっぽいベルベットの素材で、折りたたみ式じゃなくてこのこういうタイプ、ジップがついてるタイプになります。まずこれ買って、2個目がこれです。フェイクファーのクッションカバーです。これは後ろはこんな感じになってます。なのでこうやって置いた時にこんな感じになる感じですね。はい、サイズは 40cm×40cm のタイプのものです。うん、なんかこれも高級感あっていいですよね。値段が1799円です。でもこういうのってだいたい結構3000円とか3500円とかするのが多いんで、手頃だと思います。しかも結構毛足が長めで気持ちいいです。柔らかくて気持ちいいです。まあ、前面だったらもっと可愛いなと思ったんですけど、まあでもプチプラなのでアクセントにいいクッションだと思います。じゃあこれを使ってお家がどんな風に衣替えしたか、ビフォーアフターを紹介したいと思います。画像で紹介します。ではビフォーアがこちらです。ちょっと前まではわりかしボーダーとか柄をちょっと多めに置いて、なんて言えばいいのかな、ちょっとサーフチックというか西海岸風をイメージしてました。ではこれとこれを使って秋冬っぽく変えたので見てください。はい、どうぞ。今回は少しだけちょっと高級そうな感じにお部屋をしたくて、ファーとかベルベットにしてみました。もう本当にファブリックぐらいしか変えてないんですけれど、それだけでお家の雰囲気って変わりますよね。やっぱりこうファッションもそうなんですけど、お家っている時間が長いからいろいろ買いたいなって思うんですけれども、こう H&M だと安くって可愛いからファブリックをこうシーズンごとに変えて楽しむっていうのができていいなって思ってます。はい、今回はなんか H&M のホームって意外とみんな知らないんだっていうのを友達と話してて気づいて動画にさせてもらいました。ちょっとお家のインテリアも見せることができてよかったなと思ってます。今日の水の優香チャンネルはいかがだったでしょうか。よかったよっていう人はチャンネル登録とグッドボタンごめんなさい噛んじゃいましたグッドボタンです。はい、こちらをよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。